どうも皆さんこんにちは、着ャバスです。本日はですね、マリオットボンボイのプログラムにはですね、年間チョイス特典っていうのがありますよね。こちらは、プラチナステータス50泊、チタンステータス75泊ね、していただくと、もらえる特典っていう風になるわけなんですけども、選択期限が2024年の1月7日にねえ、迫っているっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、マリオットボンボイにはですね、年間50泊でプラチナ75泊すると、チタンステータスね、なることができるわけなんですけども、こちらでね、達成するとですね、年間チョイス特典っていうのは50泊と75泊、両方ともね、達成したときにこの年間チョイス特典っていうのを選択することができます。で、こちらはですね、 マリオットボンボイのプラチナステータスということで、プラチナになった時にもね、もらうことができるんですけども、マリオットボンボイアメキスプレミアムカードね、年間400万円決済すると、プラチナになれたり、またね、プラチナチャレンジとかでプラチナになることができるんですけども、こういったものでですね、達成した時には、この年間チョイス得点っていうのはね、もらうことができないっていうふうになるんですよね。ですので、 宿泊実績で50泊、75泊していただくと、この年間チョイス特典っていうのがもらうことができます。で、またですね、ちょっと前にね、細かい話でね、させていただいたと思うんですけども、このね、年間チョイス特典の中に、スイートナイトアワードっていうのが、 あるんですよね。で、これがですね、2024年初頭からですね、名前がね、変更になって、また特典もね、一部変更になるっていう風になりますんで、まあ、ここら辺の話もね、していきたいな、なんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと。 思います。はい。ということで、こちらはね、公式サイトになっておりまして、素晴らしい特典が待っていますということで、こちらね、あの、公式サイト概要欄に載せておきますので、達成されて、まだね、年間チョイス特典、選択されてないよっていう方は、ぜひね、こちらサインインして見ていただければなと思います。こちらね、誰でも見ることができるページっていう風になっておりまして、まあ、50泊、75泊ね、していただかないと、あの、選択することができないんですけども、まあ、このサイト自体はね、見ることができますので、気になる方はぜひチェックしてください。で、先ほど言った通りですね、 こちらにね、記載されている通り、2024年上旬スイートナイトアワードらナイトリーアップグレードアワードに新たなブランドが対象に加わり、アップグレード対象となる客室は全てのブランドを含めると約20%増加します。ますます魅力的になった特典について、詳しくはよくあるご質問をご覧くださいということで、こちらちょっとね、後で解説させていただきますけども、まずね、プラチナステータス、年間50泊以上ね、利用していただくと、以下のチョイス特典からお好きなものをね、えー お楽しみくださいということで、こちらどれかから1個ね、利用することができるって言った味になります。で、先ほど言ってる通りですね、えー、スイートナイトアワードですね、こちら5泊分もらうことができます。もしくは、マリオットモモコイリブランドのお好きなマットレースを選んで、そのマットレスが、えー、1000ドル、米ドル割引で購入することができる権利。またね、 家族やご友人にマリオットボムのシルバーエリート会員ステータスをプレゼント。またね、いろんなところの寄付であったり、追加のエリートナイトクレジット5泊分、えー、もらうことができます。まあ、これのどれかをですね、選ぶことができるっていう風になるんですよね。こちらがプラチナステータスになった。50泊した時にですね、もらえる年間チョイス特典っていう風に、 なります。まあ、基本的にお勧めさせていただいているのは、チタンステータスを狙っている方は、エリートナイトクレジット5泊分ですね。こちらは2023年のね、カウントに付与されるっていうふうになります。で、もしくはですね、 もうプラチナでね、これ以上やらないっていう方であれば、このね、スイートナイトアワード5泊分がね、おすすめっていただきになります。で、スイートナイトアワードのね、解説はちょっと後にして、そのままね、75泊、チタンステータスに行った時のね、得点なんですけども、75泊していただくと、チタンステータスになって、年間チョイス得点がこちらに加えて、こちらもね、選択することができるように、 なります。ですので、このね、スイートナイトアワードもですね、5泊分も、もう5泊分もらうこともできますし、またね、エリートナイトクレジット、さらに5泊分もらうこともできます。まあ、こちらはね、アンバサダーとか目指している方は、まあ、こちらでもいいのかなっていうところですよね。で、またですね、下になった、75泊になった特別な特典ということで、1泊分の無料宿泊最大4万ポイント相当をもらうことができるっていうふうになります。もしくは、えー、家族がご友人に、 ゴールドエリート資格をプレゼントということで、先ほどね、シルバーだったわけなんですけども、75泊になると、家族ご友人にゴールドステータスをね、えー、付与することができるっていうふうになるんですよね。まあでも、正直ですね、このマリオットボーモイのゴールドステータスっていうのはまあアップグレードはあるわけなんですけども、特にね、あのスイートが入れるわけでもないですし、長所がつくわけでもないですし、 クラブラウンジが使えるわけではございませんので、まあ基本的にはですね、まあ75泊の方は、まあこの1泊分のね、無料宿泊、もしくはエリートナイトクレジット、もしくはスイートナイトアワード5泊分がね、おすすめっていう風に。 なるんですよね。で、このね、最大4万ポイントね、無料宿泊特典に関しては、まあ年間決済額のね、えー、マリオットアメックスプレミアムカードね、年間150万円利用していただくと、無料宿泊っていうのがもらえますよね。まあこれと同じような感じの、まあ、4万ポイントバージョンがね、もらえるっていうふうになりますので、まあ最大ね、1万5千円手出しを出せばですね、5万5千ポイントまでのマリオットモモエホテルがですね、無料でね、一泊することができるっていう風になります。まあ4万ポイントなんでね、結構渋いわけではありますけど、 まあ日本国内でもねですね、あのシーズンさえ外せばね、まあ、利用できるホテルはねいくつかあるのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、こういった感じの中からですね、選択していただくっていうふうになります。はい、ということで、まあ、こういった感じの中からですね、選んでいただくっていうふうになるわけなんですけども、次にですね、スイートナイトアワードって何ですかって思われてる方もねいらっしゃると思いますので、スイートナイトアワードっていうのはですね、優勝もしくはポイント宿泊、 無料宿泊券等々でマリオットボンボイホテルにね宿泊いたしますよね。その後にですね、このスイートナイトアワードを使って対象の客室をですね、申請することができるんですよね。一泊一回ね、利用することができるっていう風になっておりまして、このスイートナイトアワードの申請が通って、まあクイズ次第にはなるわけなんですけども、もし申請が通ったらですね、事前にスイートルームがね、 確約で利用することができるっていうのが、このね、スイートナイトアワードっていう風になります。で、こちらがですね、一応、規約上は5日前とかにね、返信が来ますみたいな話なんですけども、まあ、ギリギリまでね、来なかったりっていうこともあります。で、またね、このスイートナイトアワード自体は、ホテルが決めているんではなくて、マリオットの本部が決めているっていう風になりますんで、ホテルの方にですね、 あの、スイートナイトアワードどうなってますかって聞いたところで、ホテル側ね、わかりませんとしかね、回答はできないみたいですので、この点はね、覚えておいてください。で、またね、このスイートナイトアワードっていうのはですね、使えるホテルと使えないホテルっていうのは限られております。この後ね、説明しますけども、スイートナイトアワードは、ナイトリーアップグレードアワードっていうのにですね、2024年初頭に変更になるということで、 今のね、スイートナイトアワードは、マリオットボンボイのホテルの中で、リッツカールトンとかね、エディションホテルとか、えー、アロフトとかね、エレメントプロテアホテルとか、こういったね、ホテルはですね、対象に入っていないんですよね。これが今のスイートナイトアワードっていう風になってるんですよね。ですので、2024年以降ですね、このリッツカールトンとかエディションとかね、加わるわけなんですけども、今現時点では、まあこのエディションとか、リッツカールトンとか、そういったものは、このスイートナイトアワードでは利用することができないって なりますでまたですねホテルによってはスイートルームだけではなくてプレミアムルームとかジュニアスイートとかねスイートまあいろんなね客室が対象になったりスイートナイトアワードはね対象だけどもスイートルームが設定がないとかねまあこういったのもねありますのでまあここはねホテルによって異なるっていうふうになるんですよねでこのねスイートナイトアワードが対象か対象じゃないかっていう話はですねどんどん変わっておりますので一番正確なのは マリオットボンバアメックスプレミアムカード保有されている方はですね、裏にね、マリオットの電話番号書いてあると思いますので、マリオットのデスクにね、聞いていただくのがね、おすすめっていた味になります。まあ、去年までね、ハワイのね、ホテルで、えー、スイートルームね、対象じゃなかったりね、してたところがね、あの、対象になってたりとかね、あの、日々日にね、変更になっておりますので、このスイートナイトアワードね、自分で調べるの結構めんどくさくて、予約を入れた後に申請できるかどうかで、まあ、使えるかどうかを判断する。で、またね、使えるか。 る場合はそのね自分で対象の客室選ぶんですけども、対象の客室の中にね、スイートが入ってるか入ってないか、まあそれもね、あの自分で選択して申請するわけなんですけども、ひとまずね、優勝でも得点でも予約した後じゃないとね、このスイートナイトアワードっていうのはね、調べることができないっていうふうになりますんで、 一番簡単なのは、デスクにね、聞いていただくのがね、おすすめって言ったじになります。で、次にですね、先ほどから言っているね、2024年初頭からですね、スイートナイトアワードっていうのはですね、ナイトリーアップグレードアワードっていうね、名前に変更になるんですよね。それの詳細をね、ちょっと一緒に見ていきたいなと思うんですけども、 こちらがね、公式サイトのよくある質問になっております。スイートナイトアワードに関してどのような変更が行われるのですかということで、2023年現在ではブランドにね、このリッツ・カールトンとか入ってないっていう話を先ほどさせていただきましたけども、このナイトリアアップグレードアワードの、ね、名称に変わるタイミングで、参加ブランドにですね、リッツ・カールトン、エディションホテル、アロフト、エレメント、プロテアホテルが 対象に加わります。また、客室在庫のうち、マリオットボンモイ会員のお客様にアワードをアップグレードと引き換えいただける対象が、オーシャンフロントビュー、バルコニー、一部スペースを備えたプレミアムルームやスイートも含まれるように、約20%拡大しました。また、 アップグレードのリクエストはご到着の3日前よりチェックインまでに確定されますということで今ねこちら多分5日前だったと思うんですけどもスイートナイトアワードがナイトリーアップグレードアワードに、ね、切り替えるタイミングで到着の3日前よりっていう風にね確約されるっていう風に なるんですよね。で、またね、これは実際に始まってみないとどんな感じで増えるのかわかんないんですけども、まあ20、20%ね、あの客室が増えるみたいな、まあ、こういった感じになるんですよね。まあ、今までですね、このリッツ・カールトンね、エディション・ホテル・アロフト・エレメント・プロテア、ま、あこの、 アロフトとかエレメントとかプロティアホテルとかですね、正直そこまでね、カテゴリーの高いホテルではございませんので、まあそんなでもないかなっていうところなんですけども、やはりね、2024年以降このスイートナイトアワードはね、ナイトリーアップグレードアワードにね、変更になって一番大きいのはやっぱりここですよね。まあリッツ・カールトンのスイートルームが、この 名前がね、変更になったタイミングでね、スイートナイトアワード、まあ、ナイトリーアップグレードアワードっていう名前に変わってね、利用することができるようになるっていう風になりますんでね、これは非常にね、楽しみですよね。2023年ね、マリオット・ボムの修行された方に関してはですね、どういった感じでね、利用できるのか非常に楽しみな部分ではございますよね。 それでは次にですね、ナイトリーアップグレードアワーの特典にはどのようなブランドが参加していますかということで、まあ、先ほどね、こちらが対象になるっていう、ね、話をさせていただきましたけども、それでもですね、まだね、利用することができないブランドはね、一部あるっていうふうになります。オールインクルーシブのリゾートだったり、ブルガリーデザインホテル、ホームビラマリオットバイマリオットボンボエ、マリオットエグディキットアパートメント、マリオットバケーションズクラブ、マリオットグランドレジデンスクラブ、リッツカールトンクラブ、リッツカントンリザーブ、 リッツカールトンレジデンスリッツカールトンヨットコレクションシャラトンバケーションクラブ フィニシアン・レジデンス、ラグジャリー・コレクション・レジデンス・クラブ、スコッツ・デール、ウェスティン・バケーション・クラブということで、私たちがね、利用する可能性の高いところで言うと、まあ、デザインホテルとかね、普通にマリオット・ボムへね、利用するタイミングで出てくると思いますし、またね、マリオット・バケーションズ・クラブとかね、あと、リッツ・カールトン・リザーブであったり、リッツ・カールトン・レジデンスとかね、確かハワイのリッツ・カールトンとか、リッツ・カールトン・レジデンスじゃなかったでしたっけ。まあ、こういった感じでですね、利用すること ことができないホテルブランドっていうのもですね、一部ございますので、この点はね、覚えておいていただければなぁと。 思います。まあ、それ以外ですね、獲得する方法はね、先ほど話した通りですし、購入することはできないっていう風になりますんでね、覚えておいていただければなぁと思います。はい。ということで、今回ですね、年間チョイス特典のね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、毎年ね、こちらずーっとね、変わってなかったわけなんですけども、とうとうね、2024年からですね、スイートナイトアワードはナイトリーアップグレードアワードっていうね、名前に変更になって、 まあ一番大きいところは、やはりね、リッツ・カールトン、エディションホテルね、スイートナイトアワード、まあナイトリーアップグレードアワードっていう名前にね、えー、変わりますけども、利用することができるっていう風になりますんで、2023年にね、マリオット使用された方はですね、ナイトリーアップグレードアワードに、ね、なった後ね、リッツ・カールトンとかエディションとかのね、スイートルームがね、利用することができるかもしれないっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃいいですよね。まあ私はどうなのかっていうね、話なんですけども、えー、私はね、えー 今年に関しては、まあ、昨年まではですね、ずっとね、防衛してて、去年はマリオットのね、ホームビラの宿泊実績2倍キャンペーンとかで、プラチナ防衛してたんですけどもえ、今年に関してはですね、ちょっと防衛がね、えできませんでしたので、まあ、あの、決済額でね、達成はして、プラチナは維持できたんですけども、年間調子特典のね、権利をね、獲得することができなかったっていうふうになりますんで、ぜひね、利用される方はですね、感想等々ね、教えていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。